人分。ん？あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー。ビュー！ジャン！ん？おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。そっかり終わらせてやるぜ。どの技から決めちゃおうかな。もう俺攻撃していいか。大丈夫なのか。それとも他にも大技が。クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。だ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きな、お菓子は？ここには、ない。もう、なんで黙ってそういうことすんの？とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。
れ。ピッコロさん、あれは。そんな、信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けなかった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う。お前、それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか。バーカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないぜ。すっごい強くなってしまったのだ。貴様、ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。
しにして食ってやる。めちゃくちゃ強くなってられるのはあとちょっとだけなんだからよ。もう一度こうなるのに1時間もかかるんだぜ。うわあ、よ、弱っているぞ。体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。ヒヒヒヒ、ダメだ。今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうからなのだ。あ、あれ、その頃、海王深海のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていた。やべえ、戻っちまいやがった。じいちゃんの海王神様、早くしてくれ。チビたちのフュージョンがパワーダウンしちまった。本当ですか、お父さん。あれじゃ殺される。よし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。完成してる。なんでもっと早くに教えてくれなかったんですか。バカたり、ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。大変だ。だったら急がなきゃ。どうやったらその最強の戦士になれるんですか。なに、お前よくスーパーなんとかに変身するじゃろ。あの要領じゃ、気合を込めればいい。スーパーサイヤ人の要領ですね。わかりました。はあ、すごい。すごいですよ、お父さん。本当だ。本当にすんげえや。早く地球へ。取り返しのつかないことになってしまいます。素晴らしい救世主を送るのは私に任せてください。すまねえな、ごはん。オラ行きたくてももう無理なんだ。見たかったな、近くで。おめえがでっかくなったとこよ。お父さん、これでもごはんに会うことはねえ。おめえがあの世に来るまではな。頑張れ、魔人ブをぶっ飛ばしてこい。はい。ではすまん、頼んだぞ。はい。キビトさん、お願いがあるんですが、この服変えてもらえませんか。お父さんと同じ服にしてほしいんです。ぜひお父さんの道着で戦いたい。うん、
なるほど、お安い御用だ。色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったな。山吹色ですけど。うん、バッチリ、ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王深海で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ。さよなら。二人の海王神様にもよろしく。よし、行くか。ゴテン、トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。あそこだ。参ったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。帰ってきたご飯、限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たちがみんなだよ。美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや、違う、感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。
天然、お前はやっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。
あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ごはんさんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろごはん。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何、近いぞ。かすかに気を感じる。ん、なんだ、人が。はい、あれは。あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの。しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとは何だ。神様だぞ、神様。え、なんだって。ん、え、魔人ブーだ。妙だな、一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな、貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと、僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。ニュージャンハじゃじゃーん。またまたやってきたぜ、正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。
なんだ？ちくしょう。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。これをぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断。ピッコロさんも吸収したのは正解だったようだな。した強さ、想像以上だ。でも無理だと悟ったか。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。
メだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。そんなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ポタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え、本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキミトで自分のポタラを使って。やあ、あ、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子になるんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ははあ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞ、ご飯が。はい。じゃ、行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？あ、これは？え？あ、拾え、早く！
そいつを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？させるものか。うわ、しまった。はあ、そんな、そりゃねえだろう。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫ご飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。ねえぞ、何人も何人も吸収しやがって。くそーく、この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よくせ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。
ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。生きがるなよ。本気でやってほしいな。貴様なるのに。本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐぅ、何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうださっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。
9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バリアー！はー！やった！やったぞ！なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なだ、なに、これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。